トヨタビッツトヨタプラッツプラッツは、トヨタ自動車が製造、販売していた小型4度ダンである。後期型リア 1.5X オプション装着車、北米向け、ターセル、日本向けコルサ4度ダン、スプリンターセダンの後継車にあたる。初代ビッツをベースにトランクを追加したモデルで、車台をはじめダッシュボードや、フロントドアのアウターパネルなどをビッツと共有している。エンジンは、 FF グルーマに1.0リットル1精霊誌、FE 型、1.5リットル 1NZFE 型を搭載、4WD 車は1.3リットル 2NZFE 型を搭載する。トランスミッションは4速 AT と5速 MT が選択できた。一方、米国市場では、社名をエコーとして販売され、4ドアセダンの他に、 クーペモデルの2ドア版や1、2ドア版もあり、バジェットカーとして人気があった。米国以外の一部の国々では、ヤリス、ヤリスセダンの名で販売された。中国においては、天津一気な釣り汽車ブランドで生産され、前期モデルが、シャーリー2000から、ヤークーに名称を変更して、さらに、マイナーチェンジの後期モデルは、ベラの名で販売された。プラッツは、 ビッツ系のパッケージングを持つことから実用性や経済性に優れてコンパクトなサイズ感の割に車内は広くトランクの容量も大きい。インパネにアナログ式デジタル式にかかわらずセンターメーターレイアウトを採用 2370mm という軽自動車並みのショートホイールベースを備えている。同時発売されたファンカーゴとともに 当初からアイセフィックス対応のリアシートが全車標準装備された。また、新車の価格帯も経済的に抑えられた設定で、車用車や小型系ら車といった需要もあった。第20回1999から2000日本、カーオブザイヤーをビッツ、ファンカーゴと共に受賞。日本、米国、東欧、オセアニア、中近東使用。 1999年から2005年、中国使用、2000年から2013年のいつもで、広場という意味。発売以来トヨペット店とネッツ店にて取り扱っていたが、2004年4月のキュービスタ店と、キューネッツ店との統合により、トヨペット店系のみの取り扱いとなった。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第52号15ページより、販売開始から、 販売終了まで、カローラ店と、併売された。ただし、取扱い開始まで16年の空白あり。運転席側1ドア、助手席側2ドアのドア設計。エンジンは 5AFE 型、8AFE 型を搭載。トランクの容量についてはベダポーによる測定で、プラッツ全輪駆動車の場合で約464リットル、同4輪駆動車の場合で、 約370リットルの容量を確保。ただし、4WD 車のトランクのフロア形状は、リアデフが干渉しないように、テンパータイヤが収納される箇所を斜めに盛り上げて、設計したため、2WD 車のトランクのフロア形状に比較して、かなり微筆な形状となっている。アナログ式、デジタル式に関わらず全グレードに、タコメーターは、基本的に、標準装備されていなかった。 ただし、1.0、1.3回 L パッケージ及び X、1.5X、1.5XS パッケージの各5速 MT 車でなおかつデジタル式、スピードメーターが装備されていた場合のみ、初代ビッツ同様、ディーラーオプションでピクトグラフ式タコメーター付きデジタル式、スピードメーターに優勝交換することも可能だった。専用グレードとして、クロム自重し、 バンパーパワーウィンドウなしの1.0回ビジネスパッケージの設定があった。前期型が2002年、後期型が2005年に国費導入されている。専用グレードはなく 4WD 車の1.3回がベースになっている。もっとも東京地区を除くネッツ県における小型セダンのラインアップに関してはカローラアクシオ EX の導入まで16年間空白となった。 プラッツのカタログ。リクルート株式会社。2020年1月14日閲覧。2006年8月8日より、社名を大阪トヨタから大阪トヨペットに変更。ありがとうございます。